皆さん、こんにちは。メレです。今回は宮城県の松島に行ってきました。松島にはたくさんの外国人観光客がいて、本当にびっくりしました。今回は突撃取材で3軒のお店にお邪魔させていただきました。石田屋食堂さん、松島雪竹屋さん、松島玉手箱館さん、お店の方々がとても親切にしてくださり、本当にありがとうございました。とても美味しくて楽しい取材でした。番組をご覧の皆様にぜひおすすめしたい3件でした。それでは、VTR どうぞ。島に来ております。今はですね、ちょうど海辺に行って、で海はすごく綺麗ですね。で遊覧船もあって、そしてですね、鳥もいます。カモメかウミネコか、まあよくわからないんだけど、どっちだろうな。で今日はね、すごく風が強いんですけども、すごく気持ちがいいですね。あとはですね、今日は平日なのに、まあ旅行者が結構来ておりまして、結構いろいろと買い物したりとか観光とかをしてるんですね。まあちょうど今はお昼なので、私はちょっとお腹すきました。ちょっとなんか美味しいものを探しに行きましょう。ただいま、松島で美味しいという評判の、石田屋食堂さんに来ております。ちょっといろいろとお店の方に聞きたいと思います。こんにちは。こんにちは。よくいらっしゃいました。ありがとうございます。このお店は、創業して何年となりますか？50年以上です。一番古いですね。はい、古いお店です。50年ぐらい、もう以上も経ってるんですか？はい、でお店ではおすすめの、食事は何でしょうか？食事はね、この穴子丼ですね。はい、穴子丼。はい、あと牡蠣丼ぶり。はい。あとそれからこの牡蠣フライ。カキフライですね。これはね、うちは衣は一回漬けですので、はい、衣がすごく柔らかいです。結構お年召した方にも歯に負担かけないで食べてもらってます。じゃあ後で私はどれにしようかな、はい、ちょっと考えます、はい、でこちら の季節 のお食事っていうのは何でしょうか？季節っていうのはね、今年中カキは食べられますからね。やっぱり旬は生ガキ、はい、寒くなればなるほど美味しいですから、やっぱり12月1月だってから美味しくなってきますね。あと大体普段のあれはみんな食事年中出てますので、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ皆さん、もし松島に来ましたら、ぜひこちらのお店、石田屋さん食堂を来てください。じゃあ今日は来ていないんですけれども、うちに結構野良猫の猫がいるんですけども、いつも椅子に座って待ってるんですけども、今日は来てないんですよ。で看板猫とスタッフがみんなで待ってますので、ぜひ松島来たら寄ってください。お待ちしております。ありがとうございます。じゃあ私も中に入って、美味しいお食事を食べます。こちらは池田さんがおすすめしてくれた穴子丼とカキフライをいただきました。穴子丼は身がふんわり柔らかで、とってもファファしてました。骨も柔らかくて、タレとの味は絶妙でした。子供からお年寄りの方にもおすすめします。カキフライは身が大きくて、外の衣がとってもサクサクしてるのに、中はふんわりジューシーで、まあ、本当に石田屋食堂さんに来てよかったです。